統領と会談のエンバペ驚きの事実を暴露する。ムバッペは自身の将来についてここ数日スペインの首都で複数のメディアが報じているように、すでにレアルマドリードと契約していることも否定した。夕食会の出席者数名からのリークに基づく前述の情報によると、フランスのスターはレアルマドリードやフロレンティーノペレス会長とは何も合意していないと明言したという。エンバペは頼むからレアルに行ってくれ。エンバペも大変だな。リーグアンにエンバペ以外の世界的スターがいないせいだけど、エンバペ圧力かけられてるんかな。普通にかわいそう。今回はガチで移籍すると思ってたけど、今年も残留ムーブ確定か。エンバペがマクロン大統領にかけられた言葉、マクロン大統領、あなたは我々にさらなる問題を引き起こす少数ス。RM スポート。エンバペがなんかかわいそうや、自由にしてあげてくれ。サッカー選手なのに国を挙げて迎え入れられるのがエムバペが一人の人としてどれだけ国に影響を与えるのか計り知れないわ。国のトップがサッカーに熱いのはほっこりするけど、介入してるとなると一気に冷める。久保が FC 東京からスペインへ移籍しようとしたら安倍首相と会談することになったと置き換えるとすごいことだな。今年も残留か。